マルティニ・ヘンリー銃は、イギリスで採用された、5層式、レバー作動方式の小銃である。作動には、フリードリッヒ・フォン・マルティニの設計が加えられ、戦場の入った重心の設計は、住宅民である、スコッツマン・アレクサンダー・ヘンリーが言った。この銃が、軍務に就いたのは1871年のことで、スナイダー・エンフィールド銃と代替された。 また派生型は30年間を通じてイギリス帝国に用いられた。本銃は金属製薬莢を採用した真の護葬式としては最初のイギリス軍製式小銃であった。マルティニ・ヘンリー銃には4つの形式が存在する。マーク I、マーク2マーク3マーク4である。また、1877年には派生型の一つに カービン銃が存在し、これはガリソン砲兵用カービン銃として分類される砲兵用カービンであり、またより小型の派生型が陸軍士官学校の訓練用小銃として設計された。マルティニ・ヘンリー小銃のマーク4は1889年に生産終了した。しかし、大英帝国における軍務での使用は第一次世界大戦の終結まで続き、 アフガニスタンでは、少数が部族民の手により、ソ連のアフガニ侵攻に対して使用されているほか、アフガニスタン紛争でも2010年後半から2011年に、かけては、アメリカ海兵隊やアメリカ陸軍第101空挺師団が、ヘルマンド州、マルジャー近郊でのターリバーンとの戦闘で数度にわたり、マルティニ・ヘンリー銃を露格した。マルティニ・ヘンリー銃は、 パキスタン北西辺境州の銃器製作者たちによって大規模に複製された。彼らの製作した兵器は、エンフィールド王立消化器交渉と比較して、製造品質は低かったが、プルーフマークなどの品質刻印なども含めた、刻印類まで正確に複製されていた。主な製作者たちは、ダラ・アダム・ケール在住のアフリギ族である。彼らは、カイバル峠の周辺に居住していた。 このため、イギリスの言葉でこのような兵器は、パスメイド・ライフルズと呼ばれた。カイバル峠で密造されるマルティニ・ヘンリー銃の中には、拳銃型のものさえ存在しており、骨董品と見曲がいかねない、精巧な、老化仕上げと、新聖の英国製正式小銃より正確に、映し取られた刻印が巧妙に配置されていることから、国際治安支援部隊に参加している兵士たちの間では、 珍しい骨董品と誤認して母国に持参するものも少なくないという。アンティーク重機を専門に取り扱う米国のロックアイランドオークション社にも何度かこのようなマルティにヘンリー拳銃が持ち込まれたことがあるが、同社の鑑定士たちは観光土産のために非常に高度な複製技術力を駆使し、実際の使用を意図していない、ある意味バカバカしいジャンク品を作っている一例と。 表している。577スナイダー実法、ズール戦争時代の真鍮版を巻いて成形した。577、450マルティニ・ヘンリー実報・ジッポ引き抜き成形された後期型真鍮製。577、450マルティニ・ヘンリー実報・ジッポー、303ブリティッシュマーク、7サー通常弾実法オリジナルの装填方式を持つ、この銃は直径。 451インチ、重量480グレインの中造弾丸を射出する。弾丸は、起煙式薬莢にはめられており、今日この薬莢は、577、450時一砲として知られている。この実砲は、薬莢がボトルネック型に設計されており、基本は、スナイダー・エンフィールド10の、577時一と同じである。また、 85グレインの発射薬を用い、強力な反動が特徴である。空薬卿は、レバー操作により、後方から排出される。小銃の全長は49インチであり、鋼鉄製の重心は33.22インチである。ヘンリーの戦場の特許は、ヘプタゴナル重心の設計であり、7つの空線が22インチで、1回転した。この兵器の、 全銃は8ポンド7オンスである。五丁から早朝までの陸軍歌手官には銃剣が標準的に支給されており、着剣時には長さが延長されて68インチ、重量は10ポンド4オンスに増大した。標準的な銃剣はソケットタイプの一つ剣であり、1853年型の旧式の銃剣や、 1876年型の新式の銃剣と互換性があった。また、エル公共の開発した銃剣は、叩き切ることを目的にしており、他に非戦闘のいろいろな用途に使えた。これには2列の刃が追加されており、ノコギリとしても使えた。しかし大量生産はされず、標準的な支給品にはならなかった。本銃は1400ヤードを照準できた。 射程1200ヤードでは、射出された20発が、標的の中央から27インチの散布界に、入るという平均的な偏りを示しており、弾道の最高点は、500ヤードにおける、高さ8フィートである。エンフィールドマルティ20は0.40に後継の、モデルで、安全装置のようないくつかのマイナーな改善を、 取り入れており、マルティニ・ヘンリー銃を代替するために1884年、以前から段階的に導入された。代替が、段階的なのは既存の古い弾薬のストックを使い果たすためである。しかしながらこれが完了する前に、マルティニ銃をリー・メトフォード銃で刷新する決断がなされた。303口径のこの銃は、 ボルトアクション作動で弾倉が装備されており、かなり高い発射速度を与えた。従って軍務に3種の異なるライフル口径を採用するのを避けるために、エンフィールドマルティ20は退役させられ、マルティニヘンリー銃は0.45口径に換装された上で、A 及び B 型小銃に改名した。また、 国色火薬を用いる0.303口径でカービン形式の派生型が少数生産され、これはマルティニ・メトフォード銃と呼ばれたほか、0.303口径でコルダイト火薬仕様のカービン銃もあり、マルティニ・エンフィールド銃と呼ばれた。マルティニ・ヘンリー銃が軍務での運用を終えるまでの間に、英国陸軍は数多くの植民地戦争に巻き込まれたが、 最も注目すべきものは1879年に起きたズール戦争である。本銃はロークスドリフトに進出していた第24、不評連隊第2大隊所属の中隊によって使われた。この戦闘中、139名の英軍兵士が約1000名のズール戦士による攻撃に対抗し、防衛に成功した。 このマルティニ・ヘンリー銃の段階的な大替は1904年まで完了しなかった。本銃はロークス・ドリフトの戦いに先立つイサンドル・アナの戦いなどで起こった英軍部隊の敗北に関して部分的に攻めを負うものとされる。マルティニ・ヘンリー銃は最高水準の技術にあったがアフリカの気候の中において国使された後の本銃の作動には 加熱やつまりを起こす傾向があった。これらから結果的に、ブリーチブロックを動かして小銃に再装填することが難しいものになった。問題の調査後、英軍兵器部は、原因が巻いて成形される、新中性薬凶の脆弱な構造にあること、つまりや汚染を起こすのは、黒色火薬を用いた発射薬が主因であると決定した。これを修正するため、 薬莢が脆弱な巻いて作る真中性のものから強靭な引き抜き成形の真中性のものに変えられ機関部が不具合を起こした時にはより強いトルクで作動させられるよう延長された装填レバーが取り付けられた。これらの後期派生型は戦闘において高い信頼性を持っていた。グリーナーマルティに軽捕鯨重機小な三段重仕様の派生型が グリーナー警察用散弾銃として知られており、特別な実報を装填する。薬室形状と実報の特殊な形状から、この兵器は盗まれても、弾薬の強用性がなく、利用できなかった。この銃は二連散弾銃で著名な、WW グリーナーにより製造され、リーズにある、王立兵器博物館で見ることができる。WW グリーナーは後年、 グリーナーマルティに三段銃を元にした小型の捕鯨銃も製造した。ガヘンドラ小銃もう一種の派生型はガヘンドラ小銃でネパールの地域で生産された。設計は元となったマルティニ・ヘンリー銃からやや進んでいるが、しかしこの銃は手製であることからその性能には様々な差がある。なお、ガヘンドラ銃はマルティニ・ヘンリー銃と 英陸軍正式採用を争った1869年式、ウェストリー・リチャーズ銃の設計が元になっているとする資料もある。ウェストリー・リチャーズ銃は、外見は、マルティニ・ヘンリー銃と類似した、フォーリングブロックアクションの小銃であるが、撃発機構は、マルティニ・ヘンリー銃が、ストライカー式なのに対して、ウェストリー・リチャーズ銃は内蔵ハンマー方式となっており、 内部構造上はほぼ別物である。マルティニ・ヘンリー銃は、第一次世界大戦の様々な任務にも主に、補助兵器として投入された。また航空機の搭乗員に支給され、新開発の消費実報を用いた、観測気球や敵航空機、公式飛行船の撃墜に用いられた。マルティニ・ヘンリー銃はまた、第一次世界大戦中、アフリカや中東の戦場で、 現地住民の補助部隊により用いられた。日本におけるマルティニフェンリー銃の配備は、慶応4年の省内藩での正式採用が、最初の事例で、後の明治4年には大日本帝国海軍の、異常攻撃部隊である、海兵隊にて、本銃が採用された。当時陸軍では、ブリーチ式誤送銃のスナイドル銃が採用されていたが、異常攻撃という戦法の性質上速射性能を、 重視したために、海兵隊では、本銃が採用されたという。異常攻撃が、時代遅れとされたため、海兵隊は1876年に一度、解体されるが、後に、海兵隊の任務を内包する形で、臨時編成部隊として発足した、海軍陸戦隊でも村田銃の登場まで、スナイドル銃や、本銃が併用されたという。 日本では前述の P ボディマルティ20と共に、マルチニーヘンリー銃、または、ヘンリーマルチニー1ウマチン1等と呼ばれていた。帝国海軍では、作投的銃として、当初は、帝国陸軍より払い下げられた、村田銃ベースの光合的弾銃の改造品を、用いていたが、後に、マルティニーヘンリー銃をベースとした、作投的銃を、かやば製作所や、 川口や林重宝火薬店に製造させて、正式採用、昭和20年の日本の敗戦まで用いられた。オスマン帝国は、マルティニ・ヘンリー銃をイギリスから購入することができず、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンスに、所在したプロビデンス器具会社から、同一の兵器を購入した。これらは、ロト戦争に投入された。第一次世界大戦前夜のオスマン帝国で、 義族として名をとどろかせた武法者のヘキモグルーとその配下は P ボディマルティニ州を愛用しており現在のトルコにおいてもフォークヒーローとしてしばしばトルコ民族音楽の題材として取り上げられているマルティニ・ヘンリー銃の閉鎖部マルティニ・ヘンリー銃 A、装填準備 B、装填完了及び射撃位置ロックとブリーチはストックからのメタルボルトによって保持されている ブリーチはブロックにより閉鎖されており、ピンが回転するとブロック後方が解放されて通過可能になる。ブロックの終端はケースと共にナックルジョイントを構成するために丸められており、反動をピンよりもある程度多く吸収する。トリガーガードの下部のレバーはケース内部のタンブラーを突き出すときピンを働かせる。このタンブラーはノッチの中へ移動し、 ブロックを押し上げるよう働くもので、レバーの位置に応じて、射撃位置に、これを引き上げるか、これを落下位置に引く。ブロックは、実砲を薬室に装填するのを補助する上面に沿って、凹んでいる。実砲を発射するために、ブロックは実砲に対して、発射機構をセットするよう位置を引き上げる。発射機構は、尖った、金属製の激震と、その周囲を取り巻く。 螺旋形系のバネから構成される。その先端は薬室に挿入された実縫の電管へ打撃を与えるため、ブロック前面のホールを通過する。レバーが前方へ動かされた時、タンブラーが回転し、アームの一本が連動する。そしてタンブラーをノッチが確実にロックするまで、スプリングが交代する。さらにバネは、タンブラーの下部の角に押し込まれる、レストピースによって保持される。 発射後、空薬莢はロックによって部分的に引き出される。エキストラクターはピンを中心に回転する。これは2本の垂直の腕を持っており、それらは空薬莢の後端の溝辺に押され、元の位置である、重心脇に掘られた2畳の筋へと押し戻される。レバーが前に押されるとき、エキストラクターのアームとベントアームは80度の角度を構成し、 下がるブロックによって押しやられる。これにより直立するアームが少し空薬卿を引き抜き、より簡単に、完全な手動牌、鞘が可能となる。マルティニヘインリージュには固有の安全装置は存在せず、代わりに機関部の右側面にピンと連動して動く、類的型のコッキングインジゲーターが装備されており、いては、インジゲーターの向きを指認することで、 発射機構がコッキングされているか否かを確認できた。安全装置に関しては、フリードリヒ・フォン・マルティニが1868年に最初に英陸軍に提示した試作銃や1871年から1876年まで製造されたマルティニ・ヘンリー・マーク・ i の一部には引き金の作動を制限する構造の安全装置が装備されていたが、 部品点数が増える割に衝撃に対する安全性が完全でなかったことから、1876年以降のマルティニーヘンリーマーク2では、この安全装置は廃止された。402口径のエンフィールドマルティ20ではコッキング、インジゲーターは一旦廃止され、激震と一体化した発射機構をハーフコッキングの位置で停止できる構造の安全装置が追加された。また、 補助装備として機関部右側に吊り下げるように取り付けるクイックローダーが設定された。このクイックローダーはバナナ型箱断層に類似した構造でブリーチブロックに隣接した開口部から実砲を一発ずつ引き抜くようにして使用することでいての素早い連発操作を補助するものであった。しかしエンフィールドマルティ20は早々に リー・メトフォードへの移行が決まってしまったことから、既存のマルティニ・ヘンリー銃や、後発の303口径マルティニ・エンフィールド銃に、これらの改良が反映されることはなかった。英国の軍用小銃と同様に、マルティニ・ブリーチアクションは、英国のグリーナー社によって、三段銃に採用された。この単発の EP 暴動鎮圧用銃は、 旧営料の植民地では1970年代まで運用された。グリーナー、GP3 弾銃もまたマルティニアクションを採用し、手軽に使える銃として20世紀中頃まで愛用された。マルティニアクションはバーミンガムスモールアームズ社も採用した。ビースサは1920年代に作発射銃であるビースサラインスローイングガンを小銃型。 末打ち型の2種類発売しており、後年、大日本帝国海軍は、ビースサの小銃型をほぼそのままの形で、大日本帝国陸軍船舶司令部は、ビースサの末打ち型を参考に、村田銃や有坂銃の機構を用いて、独自に開発したものをそれぞれ、作刀的銃として採用した。最近年の銃としては、ビースサ社参加のパーカーヘールが、小口径射撃用ライフル、 スモールアクションマルティニを1955年まで生産した。WW グリーナーは警察用散弾銃を開発するにあたり、タンブラーの作動を制限する構造の安全装置を追加した。マルティニ・ヘンリー銃のタンブラーは激震と一体化した発射機構と連結されているため、激震を直接停止できる構造の 402径エンフィールドマルティ2銃には及ばないものの引き金のみを止める構造のマルティにヘンリー・マーク・アイの安全装置よりは衝撃に対する信頼性ははるかに高かった。WW グリーナーは民生型のグリーナー GP3 弾銃やグリーナーマルティに警報芸銃でも同様の構造の安全装置を採用した。一方、ビースサの スモールアクションマルティニ小銃ではコッキングインジュゲーターのみで安全装置は採用されなかった。ビースサラインスローイングガンを参考に製造された帝国海軍の作刀敵銃にも安全装置はなく、代わりにコッキングインジュゲーター周辺に、そう、空の打刻が行われ、水兵が安全確認を容易に行える工夫がされていた。 カイバル峠で複製されたマルティニヘンリーとスナイドル・エンフィールドの騎兵銃。カイバル峠の複製銃の中には新製品そのものの刻印が高等無形な配列で打刻されていたり、後方に二丁並んだスナイドル・エンフィールドのソード動フピストルのように実用品ではありえない携帯の銃が当時ものそっくりに密造されていることから観光客や 外国人駐留兵の間で土産物として母国に持ち帰られる例が少なくないとされる。マルティニ・ヘンリー銃は採用年数こそ短かったものの英国軍の正式小銃であったことから1871年から1889年頃までを題材とした映画、小説などで登場することが多かった。小説では代表的なものはラドヤード・キップリングの 王になろうとした男、ジョセフ・コンラッドの闇の奥、ジム・コルベットのマンイ,イーター・オブ・クマーウンなどが挙げられ、ビデオゲームでは第一次世界大戦が題材のバトルフィールド1にも登場する。映像作品でマルティニ・ヘンリー銃の特徴的な作動機構やマルティニ・ヘンリー銃の即射性の高さに則っ,った当時の英陸軍の射撃装填を最も顕著に確認できるものとしては、 ズール戦争を題材とした、ズール戦争や、ズール戦争、野望の大陸が挙げられる。両作は単なる歴史的経過のみならず、ズール人戦士たちの文化的側面までも、比較的公平に描写した映画としても名高く、英国陸軍もウェブリー・リボルバーやマルティニヘンリー銃で武装しているが、1960年代から1970年代の時点で、 稼働状態にあるマルティニ・ヘンリー銃はかなり少なくなっており大規模な不評編成すべてをまかなうだけの実動銃を揃えることが困難であったことから戦列不評の奥側など比較的カメラから遠い位置の兵士にはやむなくマルティニ・エンフィールド銃やボルトアクションのチャージャーローディングーエンフィールドなどが代替品として支給されていた変わったところではパニック映画の ジョーズや、オルカで、グリーナーマルティに警報芸銃が使用された記録がある。ありがとうございます。